レディオアクアス、アクアス、アクアス、ドゥルルドゥン、アクアスエイト、ドゥワー、せーの、アクアス、気まぐれ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 、アクアタイムの声に入って、オッケー、気まぐれ、アクアタイムの声に入って、じゃあもう一回の、気まぐれ、気まぐれ、レディオアクアス、アクアス、アクアス、ドゥルルドゥン、アクアスエイト、ドゥワー、気まぐれアクアライブテレビ。ちょっと僕またちょっと間違ってた。頭ぐらいにはね、もう紅葉が、もうね、あれですよ、すごいもんなんですか、見事だったっていうことなんですけれども、今回ですね、もう、なんでしょう、10月末にはもうね、あの今下の方というか、まあ、中腹ぐらいのところが今見頃なんじゃないかなっていう感じですね。ね、10月もいよいよ、終わろうとしていますが、今月は、小瀬さん、何をしていましたか。まずね、9月の終わり頃だった。10月の頭だったんですけど、リンゴ割りに行きました。リンゴ割りですね。加藤農園で、リンゴを買いに行きました。非常に美味しいリンゴ。美味しいリンゴ。いいですね。あそこの加藤農園さんっていうのは、いろんな種類のなんかリンゴを植えてるらしくて。いろんな種類って言いますか？そうそう。だから、例えば、紅玉。それから、シナノスイート。秋秀っていう、秋に入るって言ったら秋秀っていう、まあそういう水質とか、あとジョナゴールドは有名ですね、僕一番それ聞いたことあります。いろんな種類植えてるらしくて、この、まあ、リンゴ狩りのシーズンは11月20日ぐらいまでやってるんですけど、この中でやっぱり特会費って、旬を迎える木をまあお客様の方に案内してる。なるほど。で、面白いことはね、リンゴバターっていうのがあったんですよ。リンゴバター、そうそうそう、なんでしょうそれ。バターの中にリンゴのすり身が入ってる。なんか美味しそう。バターっていうと結構こう冷凍庫で硬いイメージがある。ソフトバターみたいな感じで柔らかくて、でバターの中にリンゴのすり身が生きてるみたいな。なんか美味しそう。美味しいんですよ。なんかパンにそのまま塗ってもいいですよね。そうそうそう、だからパンに塗って食べる。なるほど。結構ね、隠れた印象で、やっぱなんかね、いいですね。そんなのがあるとは知らなかったです。で、リンゴもまあキロ500円だけどな。そうなの。1キロ も。安いんじゃないですか、それは。安いんです。ね、1キロ500円だったら。リンゴ割りでずっと食べるのが安いの。ね、あ、そうなんですか。
タバコを取ってその前に食べてました。あ、実はね、試食ができないんで。あ、そうなんですか。取ったリンゴは全部買い取るで。あ、買い取るで。あ、なるほどなるほど。だからこうしてね、はい、いいかなと。そうですね。食べ頃のリンゴって何か特徴あるんですか。食べ頃のリンゴってね、分かんないです。なんかあの裏を見れば分かる、ね、裏を見れば分かる。とりあえずこれ取れるリンゴは、あの木に名前が書いてあるんで、木に名札がついてる木のリンゴを取ってくださいね。はい、あ、それはね、それ。他にもね、ガッカのリンゴがね、美味しそうでね。いいな。それまだ新品らしい、はい、できない。あ、そうなんですか。あと黄色っぽいリンゴも。あ、なるほどね。あ、黄色っぽいのも。黄色っぽい。いろんなのもあるんですね。いろんなのあるんですよ。なかった。でもいいですよ。なんかそれだけ種類多いとね、なんか食べ比べとかしてもすごく良さそう。だから結構ほら、なんていうの、売店、直売店の中に、はい、ほら、リンゴ、ね、うんうん、食べる、はい、サンプルっていうんですか、はい、そう、味見する。味見するね。はい、3種類あって、3種類で味見してください。はい、うん、一番美味しいの取ってくださいねっていう。うん、シナノスイートっていうのが美味しかった。ゴンノスケさんの好みでしたか。そう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 。甘くて。はい。お、うん、甘さが、甘さがあったのね。あ、そうなんですか。で、紅玉っていう種類は少しちょっと酸味が、はい、あ、なるほど、ちょっとそっぱみがあるんだけども、はい、なんていうかな、まあ、シャリシャリというよりは、まあ、熟したリンゴっぽい、はい、あ、なるほどね、ちょっとこう、ちょっとこう、わかります。ちょっと、なんだろう、柔らかいっていう、シワっていう感じ、シワっていう感じ、うん、なかなか美味しいですね。あ、うん、で、あと、そうですね、10月いろいろイベントがありまして、はい、巻き狩り祭り。お、巻き狩り祭り。はい。まあ、ラフさんなんかどう。はい、そうですね。あの、前夜祭り、まあ、出陣式か。出陣式を混ぜたそうですね。はい。私は、本祭の方に行きました。お、そうなんですね。いっぱいにやってる。はい。巻き狩り。あ、いやいやね。やっぱり。何種類、10種類ぐらいあるのかな。ん ?10 種類ぐらいあるのかな。あ、そんなにあったんですか、鍋。うん。私、その中で4種類食べてきた。はい。な、どんなのあったんですか。鹿鍋と。鹿。カモ鍋と、カモ、キジ、マキガニ、大将鍋、大将鍋、これね、先、はい、去年食べられなかった、はい、そうそう、これ全種類制覇しないと俺ダメだ。どうですか。でも10種類のうち4種類は、4種類は食べてきた。食べました。おお、でもね、いいですね。あと、なんかその向こう側っていうんですかね、はい、商店街じゃないですけども、屋台ね、この辺の食、はい、おー、試食できたんですか。うん、何食べたんですか。本当ね、あの中身だと、茨城の中身だと、はいはい、あのタコ。おー、タコ。タコ、タコ。毎年タコ。はい。あと、海産物のほら、魚の干物とか、そういったものとか。すごい。そんなの売ってるんですか。うん、売ってる。タコとか、あとね、すごいですね。チョコレートの使い出ししてきた。チョコレートの使い出し150円。はいはい。あと、チョコレートとかで使うんで。はい。食べる分だけ持ち帰って、はい、これがね、はい、結構ね、つべつべと滑るんだけど、滑るチョコレートなんですよ、ね、なるほど。チョコレートですか。裸のまんまなんですか。だから裸のままの、だからこう、碁石みたいな、はい、ああ、いうチョコね、そう、チョコが袋の中にいっぱい入ってて、はいはい、で、あの、まあ、つかみ取りなんで、まあ、つかめるだけどうぞっていう感じなんですけど、はいはい、チョコレートが結構滑るタイプのチョコレートなので、うまくできてるんですよ、これ。こんな、とろとしても、とろとろって、ああ、なるほどね。そう。でも楽しそう。風がね、でも日曜日はね、すごい強かったですよ。ですね、うん、すごかった、うん、やっぱね、そう、その前の日は結構穏やかだったので、そうそう、次にも大丈夫かなと思ったんですが、ラフさんが、ね、ライブやった日っていうのは、そう、暑かったです。暑かったですけど穏やかでした、すごく、うん、気持ちよかったです、うん。まあね、風があるとね、晴れててもね。あ、それでね、その日は私が宇治園に行って、はい、あ、そうなんですか。もう桜井市、はい、桜井市の文化祭があったんで、はいはい、ちょっとあの知り合いのね、はい、あの、うん、ちょっと知ってる仕様があったんで、はい、見に行ったりして、うん、おー、なるほど、すごい、やっぱ相変わらず大忙しというか大王の、すごいですね、行ってこう11月のね、4日ぐらいまで忙しいんです。そうなんですか。じゃあちょっと結構あるんですね、うん、ハードな日々を過ごして、ハードな日々、まあ、自分は実はいろいろね、イベントありますからね。あ、そうですね、やっぱりね、年末に向けてね、うん、そんな 1ヶ月だったかな、はい、なるほど。僕はですね、10月に入って、あの、まずは紅葉を見てきました。那須の紅葉ですけどね、あの、一応見れたんですけど、ロープウェイに乗って、でいざ行ったんですけども、なんていうんですか、風がね、吹き始めて、あの、乗ったはいいものの20分ぐらいで、あの、もう運休になります
そういう放送が入りまして、それであのそそくさんが戻ってったって、入ってください。そうなんですよ。でもね、下の方すごい晴れてたんですけど、もう山の上ってなんかやっぱね、景色が、景色、天気が変わりやすいっていうね、まさに、うん、その通りっていう感じで、もうあっという間にね、こう分厚い雲がね、わーっと来てこう覆い始めちゃって、風もブーブー吹くわ、すごい寒いよね。あのなんかもうね、やっぱ山の天気の変わりやすさとか、それを知りましたね、本当に。誰来るんだっけ？友達と行きました。そうそう、友達と行きました。そうです。まあね、あの女の子だったらよかったんですけど、男の子と行きましたね。そうですね、まあ、それはそれで楽しかったですけど、まあね、あの雰囲気を、まあね、あの初めて那須のロープウェイに乗ったので。あ、初めて？そうそう、初めてでした、うん、そうだったので、まあね、どんなもんかっていうのは知れたので、また来年はね、ちょっとリベンジして、うん、あ、風の穏やかな日を狙っていきたいなとは思うんですけど、入りにね、那須の接触席行く、はい、鹿の湯って。あー、分かります。鹿の湯そちらです。やっぱり、ね、あそこ人気ですよね。僕噂は聞いたことあります。200円。あ、安いです。それぐらいだったらいいですね。うん、よく行かれるんですか、鹿の湯は。鹿の湯ね、しばらく行ってね、まだ今度ちょっとロープウェイの方行ったら、鹿の湯入ってこようかな。いいですね。僕も、うん、そうしようかな。ちょっとね、まあ、紅葉をね、今年堪能しようと思ったんですが、なかなかタイミングが合わず、結局ね、あまり楽しめずに終わってしまったかなって感じ。風が強いんで。そうでしたね、やっぱり。そうそうそう。紅葉になってもね、ちょっと。そうなんですよ。だから本当にこう、ベストな日をね、見つけて、リサーチしてから行かないとダメだなって思いましたね。私はね、でも紅葉を見ようと思ったのが、それはケミンの森に行って、ケミンの森ね、行ったんですけど、はいはい、まだ青かった。ああ、やっぱりあそこでまだなんですよ。10月、そうそうそう。なんかね、係の人に聞いたら、はい、11月の中旬ぐらいが一番ピーク。あ、逆にそうなんですか。じゃあ、なんか初雪の頃が一番ピークだって書いてた。じゃあ、そっちの方はまだ今でも行っても楽しめるかもって感じ。じゃあ、ちょっと行ってみようかな。ね、まだまだこれからですよね、そしたら。うん、紅葉もね、まあね、その年によって違うかもしれないですからね。まあね、ちょっとね、どうしてもやっぱそれを出たこと勝負で、やっぱそうですね、運ですよね、そこはね。運なので、そうそう、この日に行くか行かないかっていうところなんで、うん、まあちょっとね、狙ってみようかな、もう一回じゃあ、うん、まあ他にもですね、まあ近藤介さんも言ったように、巻き刈り大賞鍋の出陣式で、はいはいはい、司会とライブをやらせていただきまして、はいはいはい、いや、まあ司会緊張しました、すごく。今回もね、やっぱりこう、なんでしょうね、まあなんていうんですか、こうすごい大切な、まあね、入婚式と出陣式ってあるんですけど、まあ、そこのところでやっぱりこうね、大切な、なんでしょう、議員さんの名前を読み上げたりとか、うん、言葉遣いとかするのをね、すごく気をつけたりとかしたら、なんかもうね、お腹がキリキリちょっとしだしてきて、いや、もう緊張したんですけど、終わった後はね、なんか思いっきり解放された感じがすごくしました。もう緊張の40分間っていう感じでしたね。うん、まあ本当その日は1日ね、風もなく本当に天気も穏やかでね、僕も伸び伸びできたんですけれども、ライブもね、最後の最後で皆さんで盛り上げてくれてね、楽しくやることができました。ライブ自体もね、急遽飛び入りで桜市でいつも何でしょう、ライブご一緒してるパールキッズっていうね、手話の、そうそうそう、手話の、ね、グループ、女の子グループがいるんですけど、その子たちが応援に駆けつけてくれまして、うん、そしてですね、最後に僕学園天国を歌って、最後またねを歌ったんですけど、一緒に盛り上げてくれてね、助かりました、ね。まあ、そんな感じでね、結構10月もライブ盛りだくさんで、やらせていただきました。本当に、ね、楽しい10月だったかなと思います。まあ、まだ月末にね、僕ももう一つ10月のライブ残ってるので、まあ、それに向けてね、頑張ろうかなと思っております。あれはね、今月何してたっていうの忘れたんですけども、まあ、今月何してたの、そうそう、何してたというコーナーだったんですけれども、まあ、皆さんもね、まだ10月まだ、日にちありますので、ぜひですね、素敵な1ヶ月、31日、そうそう、土曜日ですから、まだまだね、素敵なね、日を過ごしていただけたらと思います。はい、では、ここで1曲いきましょうか。じゃあ、はい、じゃあ、近藤介さん、ここにいる。どうぞ。安らぎの場
んと聞こえてた。そしてあなたの瞳に水玉浮かべば、僕は溺れそうになってた。ねえお母さん、もういいから、あなたの笑顔が見たいよ。僕のために笑って、ほらほらここにいる、ほらほらここにいる。すごいものって。トライラさんの前に、はい、韓国料理屋さんありますね。はい。ね、こんなの見つけたんですよ。何でしょうか。これ。これ。カッパエビセンですか。これ。どう見てもこれカッパエビセンですよね。これね。これ。そうですね。これ、はい、韓国語で書いてあるんですよね。これ。はい。エビカンっていう。エビカン。エビカンって言うんですか。ほうほう、まあ、ジャンルっていうか見た目的にも同じですよ。見た目とビジュアル的にやっぱりちょっと、ね、まあ、あれですよね。なんでしたっけ、この辺かな、ね、これ。この辺かな、そうですね。こ、うん、この辺かな、ちょっとか。カルビーさんの。カルビーさん、ね。はい。これ、ね、これね、大きさでもこっちの方がだいぶ大きいですね。そうだよね、これ。あ、これあれか、ちっちゃいミニサイズか。あ、ミニサイズ。でこれちょっと高いの150円ですよ。あ、そうなんですか。150円、まあまあまあね、輸入品だったらちょっとですね。輸入品だと思うんですけど、でもどうでしょう、味はどうなんでしょう。味どうなんですか、ね、はい、気になりますよね。ちょっとで、じゃあ実演してみますか、はい、そうですね、ぜひ。カルビー、カッパエビセンと。こっちもあげちゃっていいですか。これあっこっちもちょっと食べてみて。どうより証拠ですからね。そうですね。あ、いい匂い、すごいね、いい匂いがしますこれ。これは、これはこんなような匂いです。あ、違う。違うのよ、やっぱり。あのね、やっぱこっちの方が匂いが濃いです。ですよね。エビの香りがまず違う。エビの匂いはこっちが濃い。そう、全然やっぱこっちがすごい濃いです。うん。だからね、こっちはなんか、エビがなんだろう、エビなんだろうな、なんかね、ちょっと控えめなんですよ。控えめなんですね。はい。ちょっと食べて。そうですね。うん、いいですね。まずこれもこれ。そうですね。見た感じ一緒なんですか。見た感じ同じだ。ね、これね、色は、あ、ちょっとこっちの方が濃いかな。韓国の方が濃いかな、うん。うん。これはこんな感じ。見た目はでも一緒です。うん。ちょっ
食べてみる。オッケー、こっちからじゃあ。おいしい。ヘビヘビ。まあ、こっちはこっちで美味しい。でもちょっと辛みがある。ちょっと辛いですよね。ああ、なんだろうな。辛っ。じゃあ甘辛いですよね、うん、甘みが最初に来てその後にピリッとした辛みが、うん、そうですね、あのこれはこれで美味しいですよ、普通にこれはこれで美味しい、美味しい美味しい、うん、うん、だから同じもんかと思ったんですけど味はね、やっぱ違いますね、やっぱちょっと違いますね、どっちも美味しいけど、うん、なんかこう、なんですかジャンル違いみたいな、うん、味はちょっと違う、ね、これはこれで美味しい、ちょっと甘みがね、これはこれ、そうそうそう、辛いの好きな人はこっちも食べます気かもしれないですね、うんうん、で結構ね、うん、これ一回食べるとやっぱりやばいね、止まんない感じありますね、うん、ラフさんもカッパエビって好きですか？いや好きですよ、まあ、やめられない止まらないで、ね、やめられない、そうそうそう、大好きです、うん、やっぱね、はあ、これ昔から食べてましたね、昔から、はい、これ昔から食べてやっぱりカッパエビですね、はい、結構食べますね、うん、美味しい、いいですね、うん、で、はい、やっぱりカッパエビって、はい、美味しい食べ方って何ですか、美味しい食べ方、何何に食べたことあるの、何でしょう、やっぱこれを、うん、口に入れて、はい、口を、はい、真空状態よくわかんないこの表情に注目してもらうと、真空ってのはどういうことですか？真空というのは、要はこの、はい、これを入れて、はいはい、もう微妙にこう口の中に残ってる空気ですね、うん、吸い込むんですか、うん、ちょっとこっちで試していいですか、ちょっとチャレンジします、ゴンドスケさんの食べ方に、うん、そうすると、この上顎と下の圧力でカッパエビセンが潰れてくるんですよ、なんかね、あの、わかります、ジュ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 ってなって、なんかこう、シュ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 ってそう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 意味わかんないと思うんですけど、その上顎にくっついたこのカッパエビセンをね、ベルでギョロッとダメでしょ、これあんまり、まあね、確かにあの、まずくないです、まあね、うん、あのこのなんか新たな食感、そうそうそう、食べ方としての食感としては、まあ、まだありかなっていう感じ、あのね、よく映ってないですからね、手で隠れて、あの、小刻みに食べる感じ、うん、それね、そう、あのこれね、あの、うん、フリッツでも、あ、フリッツだね、うん、あとあの、ね、あれじゃないですか、じゃがりこでもやります、あ、じゃがりこだね、じゃがりこ、じゃがりこ食べてる、そうそう、じゃがりこ、じゃがりこ、じゃがりこ、そう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 、うん、ね、あれねその食べ方はでもちょっとやめられない、止まらない、ね、どっちも止まんなくなる、すいません、まあ、どっちもね、美味しいのでね、ぜひ見かけた方は、ね、試してほしいですね、はい、トライアルさんの、はい、前の韓国料理屋さんで、はい、いろんな、ね、韓国のお菓子売ってる、そうなんですか、まあうん、なかなかね、海外のお菓子って食べる機会ないですから、ね、なかなかね、なかなか美味しいんですよ、はい、なんか他に気になったのは、他に気になったのは、なんて、なんかいろいろ、はい、またこっちパンと、まあ、ぜひぜひ、あのいいじゃないですか、あの特集ってことで、あのそばにあるわけですし、そばに、そうそうそう、やってますね、まあ、新たな、ゴンドスケの食べちゃうと新たな展開っていうことで、いいじゃないですか、お菓子を食べてみようっていうのはどうですか、ね、いいじゃないですか、だから次甘いやつがいいです、僕甘いやつ、甘党なんで、僕甘党なんで、甘いのお願いします、はい、ですね、じゃあ今度甘いのまず、あ、ぜひお願いします、じゃあ今日はですね、何でしたっけ、エビ缶、エビ缶、エビ缶とカッパエビセンを食べ比べてみたでした、はい、はい、ありがとうございました、はい、ゴンドスケの食べちゃうぞ、はい、どっちも美味しいですよ、はい、はい、もうおしゃれでしょ、はい、行きましょう、はい、番組終わったら食べましょう、食べましょう、でも今食べてますけどね、はい、そしてですね、今日僕の方からあのちょっと報告がありまして、はい、ちょっと待っててください、はい、ちょっとですね、しこらってまさかラフさん、そうです、あの打ち合わせも何もしてないんですけども、ついに出るんですね、ついにですよ、はいはい、ついにですよ、はい、皆さんお待たせしました、はい、ですね、僕は1枚 CD を出してるんですけども、タイトルは4 years ということでですね、うん、あの1枚目のアルバムを出してるんですけども、そこから、早い4年経過しましたが、
なんとなんとついに2枚目のアルバムが出ました。ありがとうございます。イエーイ、ついにです。やっとお待たせしました。盛り上がりましょう。イエーイ、拍手ね。ついに出ました。タイトルは笑顔の魔法ということでですね、ジャケットもねニコニコしてます。これ見える？見えるか。はい、実はですね、まだね、あのブログの方でも報告したいんですが、本当にいつ届くか分からなくて、ね、なんかね、報告して届かなかった時ちょっとあれなんで、本当に手元に来たら言おうと思ったんですけれども、本当にそれがね、あの今日だったので、今日持ってきちゃいました。さあ、ね、こんな感じで、あのね、あれなんですけど、笑顔の魔法で、あの7曲入りで、今回も1500円で、販売しますので、まあ、ライブでね今回は手売りしていこうと思ってますので、ぜひ、皆さん欲しい方いましたらライブでぜひ聞きに来てくれたらね嬉しいなと思いますので、よろしくお願いします。で今回ですね、7曲ちょっとね、何でしょう、テーマとしては笑顔、笑顔、そうですね。あのなのでジャケットもシンプルに仕上げました。笑顔があればね、そんな着飾る必要もないよっていうね、ちょっと意味を込めつつ、あなたの笑顔は素敵ですよっていうねことでね、笑顔の魔法をタイトルにしてます。とにかくね、笑顔が持つ力を、感じてもらえればと思いますので、よろしくお願いします。はい、なんでしょう、これあれかな、中身とか発表した方がいいかな。じゃあ 中を見せちゃおうかな。じゃあ1枚ちょっと開けますね。 なんていう曲なの。もうね、前回の入った曲はね、もう全丸々丸っきり丸々っと違う曲が収録されてます。もうね、なんかね、僕初めて開けるこれ見て、ジャケットのね、ほら、ね、あ、ちょっとこれ斜めになってるじゃん。まっすぐにします。、ね、はい、まずこれね、ジャケット、盤面これ、こんな感じ、素敵でしょ。これね、僕の妹がデザインしてくれました。はい、中もね、こうやってまず、こんな少ないし、こんな感じ、いいですか、笑顔、はい、笑顔が、はい、こんな感じでね、そうですよ。で中にはね、こうやってこう歌詞カードもなってるんですけどですね、この中の写真は、僕の大親友であるカメラマン友人が、撮影してきたあの写真たちを使わせてもらいました。そうですね、まあ、こんな感じで、ね、7曲入り、歌はね、1曲目笑顔の魔法、2曲目ずっと明るく見えてくる、で3曲目大好き、で4曲目その背その手、5曲目にギズモ、6曲目にもっとギュッと抱いて、そして最後に変わるもの変わらないものが入ってます。まあね、本当にライブでも何曲か歌った曲も入っていますが、多分ね、まあ、これ聴いたことないわっていう、ね、曲も入っていたりするので、ぜひぜひ聴いていただきたいなと思います。はい、まあね、そんな感じでね、ついについに販売が決まりましたので、この後ブログの方でもですね、状況をアップしていきたいと思いますので、一応発売日は本当はですね11月2日スタートということにしてたんですけれども、10月31日にあります、佐倉市喜連川社会復帰促進センターでのライブでも、発売しようと思っていますので、まあ、ある意味そこがまあ、何でしょう、リリース初のライブというかになりますので、ぜひね、皆さんたくさんの方に来ていただきたいです。ぜひね、よろしくお願いします。本当なんかついにですよ、なんか嬉しいです。この数ヶ月間ね、なかなか進まずにいたので、もどかしく思ってたんですが、やっとの思いで出せました。ありがとうございます。はい、ぜひね、ラフを今後ともよろしくお願いします。今日はラフさん何を歌っていただける。今日はですね、本当はこの CD から歌おうと思ったんですが、はい、今日はですね、ちょっとまあね、ここの CD まだちょっと OK の方が準備できなかったので、今回ですね、感謝の気持ちを込めて、ありがとう以上のありがとうを歌わせていただきたいと思います。はい、thank you.
ですね、リリース情報から、はい、僕のありがとう以上のありがとうを出させていただきました、はい、今回もですね、笑顔のテーマそのままに、素敵な歌を散りばめておりますので、ぜひ聴いてください。来月はこの中の CD の曲を歌いたいと思いますので、はいはい、そちらもお楽しみに、はい、というわけでですね、今回もですね、あっという間に35分時間が経ってますね。はい、あっという間です。近藤先生もどうですか、何かお伝えすることは。また来年じゃない、来年じゃないですよ、来月はい、来月はそうですね、11月の何でした、11月の20、待ってください、これ僕に結構かかってくるのがいいんですよね、うん、さあ、来月はですね、11月の25日の放送となっておりますので、はい、ぜひ皆さん、お楽しみに。あややもね、そうですね、はい、おさん来てくれると思いますので、はい、ぜひね、またね、楽しみにしていただければと思います。はい、寒くなってきちゃうんでね、そこそこ ね、そうそう、皆さんもね、風邪ひかないように気をつけてください。気をつけて、はい、じゃあですね、また来 月、 来月バイバーイ。なんかもう一つコーナー作りますね。そうですね